本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録並びにグッドボタンもよろしくお願い申し上げます。本日も作業頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。日本のセンターで10枚入れやすくで売ってるやつですね。まあ、簡単に言えば私なんかの農家のおじちゃんなんかが安いやつでいいやというようなタイプのチップ等です。これは10枚で2600円か2830円かだったりやすいですよね。3000円以内に買いましたけどね。では今日も頑張ります。少しだけ切れ味が悪くなってきてますね。本日はですね、朝一番からの撮影になりますね。草刈りになりますね。もう空は真っ暗くなって、まあ雨が降るよというのがですね、感じになってますね。よいしょ。やはり標準パイプより15センチ、30センチ長い方がしやすいですね。だがこうなりますね。こうですね。ここは土曜にやっていいな。今日はない。やはり他のことを考えるとダメですね。カメラが回ってるかなとかですね、カメラの撮影の範囲内に入ってるかなっていうとすぐにこれをかんこましてしまう、食い込ましてしまうというですね、収集します。Whoa.
こちらはどうしてたかな。こちらも人か。
さあ、よいしょ。あら、来てしまったから。やりましたね。高いところにやっとかねえかな。今日、一発目から支柱やりましたね。シュパッと切れますね。まあ、チップそうだから切れるんですけど。よいしょ。安いチップソーもバカにでけんなってな感じですね。ちょっと風切り音が入るかもしれませんけども、ちょっと空調ヘルメットのファンが間に合わないですがね。あれ抜けた、取れた、あれもう、トントン、これでいいか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あら、来てしまった、ほら。余計なことしていかんですね。余計なことをしていかんな、リュウちゃんは。いつもならこう足でこうするんですけどね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これはダルだな、ダランだな。よっしゃー、あの手はいいかんな。まだよいしょ、よいしょ、よいしょっと。なんかよいしょ、よいしょっと。なんか雲行きも怪しいし、なんていうんですか、ジメジメ感が怪しいですね。今日はまた朝一発目から切りましたね。いつもはこう足でこうするんですけどですね、何を考えとったかですね。撮影所から緊張ショットですよね。よいしょ。ああ、ここはイノシシが穴を掘って下から潜り込んじゃうんですね。
よいしょ。ここあたりは何回でしたが、前作の下をくぐり抜けようと思ってですね、あっちゃこっちゃ掘り散らかしたんですね。よいしょ。よいしょ。おう。よいしょ。よいしょ、今じゃ。この間ですね、向こうの金山畑でですね、こうして切り寄ってですね、田んぼのこの位置を移動して、こう切り寄ったんですよね、こうして。で、ここが当たっとるわけですね。なんかピリ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 来るなぁと思って、ブト、鹿児島名で言うブトという何て言うのかな、こう噛みつくやつですか。あれかなと思ってて、こうして払っても、あ、おらん、いないなっていう感じですよね。ほんでまたこう行くと、ピリ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 来るわけですよね。なんも考えてないわけですよね。電気が流れるっていうの。なんでピリ、電気が流れてるのかと手袋をわざわざ取ってですね、握ったらビリってきましたね。それは、スイッチを見に行けばいいのにですね。まだまだ手袋を脱いで線を触ったらですね、ビリビリってきてですね、なんだこりゃってきてですね。一回は、姉ちゃんごめん、電気は長いちょけなって、行けやろか、行ってまっちょけやなって言ってですね、それもまたこれでバッチリに行ったらバッチリしましたよね。だからまあ、これでも話をしましたけども、肩こりなんかの人はた手袋を脱いで、一緒に触っとけば、ピリピリと電気が流れていいんじゃないかなって言ってですね、冗談を言ってましたけど、まあその、なんていうんですか、電気の来るあんまきとこの電作の電気は違うとは思うんですけど、ね、ほかにもいろいろさんが掘り散らかしてるんですね。よっしゃ、まず前作の周りを行きます。
んか。おなんか気が全然客の位置やな。さあ、前来た人が、そのまま草をかぶしたところですね。僕の方が怪しいな。よいしょ。こう草を切った後ですね、わざわざ電柵にかけちゃうんですよね。素人がした後はこうですよね。これで電柵の下を切ってくれちゅうのが無理ですよね。いくら私でも、もう命が飛び越えて喜んでいきますよね。なんか素人さんが切った後の草刈り現場の感じですね。やりっぱなし、投げっぱなし。自由者はやりっぱなしですね。どっちかというと、電柵の下を切って、もう一回切って払いのけるというイメージですね。で、それで一発で切ってもですね、電柵の下にバーッと残りますから、まあ簡単に言えば2回ぐらいは一発目で切って、2回目でその草を向こうに持っていくという感じですね。はい、また切りましたね。やっちゃったね、龍ちゃん。本日2発目ですね。男は黙って水素水ですね。なんかですね、ペットボトルに水素水を入れてもですね、ペットボトルを通り抜けて、水素水が、いなくなるというか、水素水が意味を果たさなくなるとかなんか聞きましたけどですね。あらー、ここ足りるか？いやーい、よいしょ。やめた。やめ。さっきのあそこを緩めてきますね。ここを、どっかここで結んだよな。あ、どうかったかな。あれ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 。
どっかこの辺でくるくるっと巻いたんだけどな。どうなってんの、どうなってんの。これは関係ないな。どうなってんだ。よっしゃ。もう思いっきり引っ張らない感じか。これをずらせばいいってことやな。これを一旦こっちに。よっ、よっ、せーと、これか。ああ、わかった。これを手前にずらせばいいということですね。さすがやな、じいちゃんは。もう前作を切り慣れてるというかですね。どこをどう動かしたら緩むよ、結びやすいよ。これでも皮かばらんかったら何もならんよな。おー、いいな、いいな。こういう時ですね、いいアタリングスリープをここに持っとって、かしめりは早いんでしょうけどですね。よいしょ。よいしょ、OK。これで、ちょっとピッと張ったかねかな。これで、これを、ピーンとぐるぐらい、こうやな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いいですか？いいですよ。OK ですよ。はい、じゃんじゃん前に行ってください。なんかあんた緩んじゃんな。こういくか。はい。はいと。えい。お待たせしましたね。よいしょ、これだ。よいしょ。最近、背負い式に、ハマったというわけではないですけど、チップスを使わない感じですね。振り回さない感じから、最近は背負い式が多いですね。今これは 26cc クラスですので、寝台は RK3026 背負い式ですね。まあ、このあたりはもう 20cc、23cc クラスでも十分だと思いますよね。いわゆるこう切り寄ってですね、電車をかわすときにここで切ってしまうんですよね。ここまで来て、こうすればいいんですけども、スレスレをさーっと行きますからですね。この間の前作の下回りを草刈りは参りましたよね。このくらい草先がありますけども、全然支柱も見えないけど、よいしょ。
どこももうちょっと行っておきましょうかね。なんかこの周りが綺麗になって、この辺りまでどうしようかな。ここ投げ切っちゃったな。さあ、オッケー。おはちやな。よいしょ、おろ、ちょっと。こっちはこいよ、オッケー。よか。オッケー、なっちゃうな。
本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。次回も草刈り作業を頑張りますので、チャンネル登録並びにグッドボタンもよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。